答えオーディオ陽介館でございます。はい、ということでちょっともう準レギュラー化してるということでございます、はい、そういう噂がありますけど準レギュラーだと思ってます。やる気満々で結構なことでございます。はい、はい、ということで、ナスペックのですね、足立社長に今日もお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうナスペックといえばですね、もうモニターオーディオとか、はい、で、まあ、今日紹介するね、ウィンアコースティックとかプライマーとか、まあ、いろいろあるんですけど、取り扱いのブランドがかなり多いので、はい、もうどんどん新製品が出て、そうですね、実際大変なんじゃないですか。どうなんでしょうか。そうですね、すごく大変です。あ、すごく大変、はい、目まぐるしいですね、はい、目まぐるしいですね。常にこう新製品の情報がいろんなブランドであるので、うん、もう多分一番大変なのは広報なんじゃないかなと思うんですけど、こういったカタログだったりとか。なるほど。常に追われてます。なるほど、はい、っていう感じですけど、まあでもね、何にも出ないよりは、はい、いいですよね。忙しいのはいいことですよね。間違いない、はい、はい、ということで、まあ、今日も頑張ってまいりたいなというふうに思います。はい、それでいきなり冒頭から告知なんですけど、オタイオーディオとナスペックが、はい、なんとイベントをやるということで、はい、で視聴会かなと思いきや、うん、まあでも視聴会か、視聴会ですね、まあ、まあ大きな括りで言えば視聴会なのかもしれないです。2024年の6月の18日ですね、18日にですね、はい、岐阜のですねカフェアルフォというところで、火曜日なんですけど、お仕事帰りに来ていただけるように、19時から22時ぐらいまでだったかな、確か、ね、やります、はい、で、視聴会という感じなんですけど、タイトル名がですね、音楽水泊って言って、まあ、音楽で、まあ、ちょっと酔うっていうのと、まあ、お酒も飲めるよっていうのをかけてですね、はい、いうことですね、はい、はい、で、岐阜の、たまにね、これレコードかけたりしてるんですけど、まあ、こちらの DJ モーティブっていうですね、まあ、DJ 兼トラックメーカー、音楽家の DJ モーティブが経営するカフェアルフォと、はい、岐阜駅から徒歩、まあ、まあ、7、8分、そうです、10分ぐらい、10分ぐらいかな、どうですかね、はい、で小金公園っていうところがあって、はい、そこの隣にある、まあ、めちゃくちゃおしゃれなカフェ、はい、そこでですね、もう岐阜といえばもうナスペックかアルフォなんで、はい、むせてますけど、はい、はい、そうです。まあ、それが、融合したイベントをやりたいなというふうに思います、はい、でプロデューサーはですね足立社長ということでございます、はい、はい、で、まあ、出演者はですね誰が出るんでしたっけ、おたいさんからですね、うん、はい、はい、陽介管理人、はい、とあとペガサス田中がですね今体調悪くて休んでるんですけど、はい、来れたら来るっていう、はい、まあ、友達の小学校の友達の約束みたいな行けたら行くわみたいな感じで、はい、まあ、来れなかったら僕がガチでやります。であとは DJ モーティブですね、はい、も、出てくれます。そして、ナスペックからですね、沙織ちゃんですね、はい、そうです、はい、沙織ちゃんが、さっきの広報のそうですね、追われてるのに出てくれるということでございます、ね、はい、その3人ということになるかな、はい、そうですね、はい、で、まあ、スピーカーに関しては、モニターオーディオのおそらくゴールド300になるかなというふうに思いますので、はい、そちらでですね、まあ、陽介管理人と、あとは、あ、そうか、タイトルがついてるんだね、確か、どういうのをかけるのかっていうのね。あ、そうです、はい、陽介管理人さんがアナログレコードでいい音を聞いてみよう、うん、っていうことなので、いい録音のレコードをですね、持っていきたいなというふうに思っております、はい、まあ、選曲に関してはその場の客層とかに合わせてちょっと変えていこうかなとは思っています、うん、はい、はい、そしてペガサス来れたら、はい、ペガサスさんがストリーミングで聴く超高音質ハイレゾ、あ、ぽいぽいですね、はい、はい、いや田中店長の、いやペガサスさんの得意なところですしね、うん、そうですね、ストリーミングってなると、はい、うん、行けたら、はい、行けたらっていう、そうですね、はい、でモーティブさんが、うん、楽曲制作で影響を受けた曲4000、これねマジでモーティブは本当に音楽センスが本当にいいからなんかいい音楽いっぱい聴いてきてるんですよね。よく話をするんですけど、はい、これも必聴だと思います。めったに遠く系のこういうイベントとか出ないからモーティブ、だいぶ貴重かなと。そうですよね、はい、そしてナスペック代表
沙織ちゃんは、沙織ちゃんからはモニターオーディオでロック聴こう。おお、あ、ロックですね。ロック好きですよね。はい、はい、いう感じでございますので、はい、ぜひ、2024年の7月の6月ですね。6月の18日、はい、はい、間違えた。6月の18、19時から、カフェアルコ、ね、はい、そうですね。で、なんと入場料が、はい、たったの1000円でございます。はい、そしてワンドリンクもついてる。ついてる。ということで、もうだってワンドリンク代でじゃあもう実質ただみたいなもんですね、入場料。はい。いうことなので、ぜひですね、お越しいただければと思いますので、うん、よろしくお願いします。お願いいたします。はい。ということで、早速本題に入りたいと思いますので、はい。はい、今日はウィンアコースティックのこちらの白いですね。そうですね。うん、かっこいい、スピーカーを紹介したいなと思います。モーツァルトインフィニティと言います。すごいですね。インフィニティですか。インフィニティです。モーツァルトでインフィニティだったらもう最高ってことですね。はい。はい。いうことでございまして、まず、まあちょっとね、ブランドの紹介なんですけど、まあウィンアコースティックもいろいろ紹介はさせていただいてきたので、まあちょっと詳しくは過去動画とかも参考にしていただければなと思うんですが、オーストリアの。そうです。メーカーになります。はい、ウィーンですね。ウィーンです。はい。はい、なので、ウィーンアコースティックという名前だし、ウィーンだけにクラシックが得意だと。そうですね、クラシックも得意ですけど、でも、うん、実は、このメーカーは、おとぎめはロックなんです。あ、そうなの？そうなんです。みんなクラシック、クラシックって言ってる。いや、違うんですよ。あ、そうなんだ。はい。へ、やっぱ音がやっぱすごくこうまとまりのいい音が出るので、うん、クラシックとかこうオーケストラもすごく綺麗になるっていうか、まあ、弦楽器とかがすごく綺麗なので、皆さんこう、うん、クラシックっていうイメージがやっぱあるんだとは思うんですけれども、ある、はい、あ、ロックでやってるんだ。そうなんです。じゃあロックを聴いてほしいってことなんですかね。ロックも全然いけるってことです。なるほど、はい、もうそういうことですね。とはいえモーツァルトってついてたりハイドンとついてたりとかするから。そうですね、そのイメージありますね。なんですが、まあ、特徴としてはですね、まあ、かなりやっぱり音場感に優れてるなという感じはして、桶の鳴り方とかもう本当にホールにいるかのような感じだったり、まあ、本当にこうスピーカーが消えちゃうっていうか、ウィンアコースティックマジックというか、そうですね、これはね、今の現行のスピーカーで似てるやつって僕はちょっと記憶にないぐらい本当に素晴らしい、うん、音場感だなというふうに思います。ありがとうございます。ビシビシになんかこうタイトに攻めていきたいっていう人だと、まあ、ナスペックでも扱ってるモニターオーディオとか、そうですね、そっちの方がいいかなとは思いますけど、まあ、こういうのとかね、本当にありますけど、のがいいかなと思いますけど、とにかく優雅でエレガントで音場感がいい。だから聴いてて疲れないし、そうですね、はい、かといってしっかり没入もできるみたいな、そうです、いう感じがしますけど、あ、足立社長いかがですかね、アコースティックの印象というか。はい、うち自宅にウィンアコースティックがあるんです。 あるんですか。おう、まあ、プライマーの AV アンプに、うん、ウィンアコースティックスの噂のプライマーの、あ、そう、噂の、はい、あれです、はい、あれに、うん、ベートーベンのコンサートグランドが、あ、めっちゃいいですね。めちゃめちゃいいです、はい、こうなんか結構選ぶのかなと思いがちなんですけど、うん、全然やっぱりそのなんていうんですかね、うん、こうさっき宮助管理人さんが言われたような、うん、なんて言うんだろう、そのスピーカーの存在は本当なくて、うん、こうなんか目の前にこう本当広がってる感じが、うん、もうまさにこう、うん、ウィンアコースティックスの良さとしてはあるのかな、やっぱりあるのかなっていう感じはしますし、うんうん、結構なんていうの、上品という言い方が合ってるのかわからないんですけど、うん、やっぱ非常に上品な音ですし、なんかツヤっぽい感じ、なので全体的にウィンアコースティックスの製品はツヤっぽい音を出す感じ、なるほど、私の中でモニターオーディオはどっちかっていうと
こう男性っぽい感じで、うん、ミーアコースティックスはどっちかというとこう女性っぽい感じ、あんまり性別で分けるの今時じゃないかもしれないですけど、うん、って言っとかないと、ね、そういう、ね、そういう感じそ、その一言添えないといけないんで、はい、まあいいや、はいうん、なるほどなるほど、はい、まあそういうことですね、うんうん、ということでございまして天才ピアニストウォルフガング・アマデウス・モーツァルト、その名を冠したエレガントで革新的なアクティブスピーカーということで、数奇なる天才作曲家、モーツァルト、このモーツァルトの名前を冠したウィーンアコースティックのスピーカーはハイドンとともにベストセラーになっているモデルでございますということで、過去にねその、まあ、モーツァルトっていう、はい、まあ、出てたということでございますね。でこのモーツァルト・インフィニティは全シリーズのシンフォニーエディションとは異なり、モーツァルトにマッチした高性能なアンプが搭載されている、なんとアンプ内蔵だと。そうです、そうなんです、これはいアンプが内蔵なんです。えだからこれだけで聴けるんです。マジっすか、それ、これパッシブ、パッシブだと思ってた。パッシブじゃないんです。えはいっていう感じでございます、はい、まあまあ皆さんもえってなったと思うんですけど、まあまあちょっと落ち着いて、そうですね、皆さん、はいはい、まだまだです、まだここからです、はいはい、でシンフォニーエディションで高性能のアンプが搭載されており、多くのメディア再生を可能にする最先端のハイエンドミュージックシステムです。モーツァルト・インフィニティはルーンレディに対応しており、はいは？は、はいはい、え、ひょっとしてアンプが入っていてさらにネットワークプレイヤーも入ってる、まあ、アンプがもうそういうことですよね、はい、もうネットワークプレイヤーの対応のアンプが入っている、対応って、いや、とか、まあ、入ってるんでしょ、入ってます、入ってますってことは、LANケーブルの端子もあるの、LANケーブル、はい、LANケーブルは、あの、はい、ここにLANケーブルをつなげていただいてっていう、あとであの皆さん裏お見せしますけど結構すごいことになってます、はい、はい、対応しておりパートナーブランドでもあるため60日間の無料トライアルがご利用いただけますと。あ、そうなんです、買っていただいた方には、はい、なるほど、ということは、そのウィンアコースティックとルーンレディが、まあ、パートナーブランドで仲いいんだ、はい、うん、で無料トライアルができます、はい、あ、これいいですね。さらにタイダルコネクト、コバーズコバーズはルーン経由ですけどね、そうですね、スポティファイコネクト、エアプレイ2などもお楽しみいただけます。はい、すごいですね、結構何でも聞けちゃいますよね、もうなですね、はい、はい、また HDMI 入力を使用することで、はい、テレビなどの映像機器のパートナーとして、さらには同軸デジタル入力や RCA、XLR も入ってんのこれ、はい、の入力も完備しており、はい、レコード再生や CD 再生をお楽しみいただくことも可能です。すごいですね、このようにインターフェースの充実ぶりはこのシステムの大きな魅力となっています。そしてデザイナーであるピーター・ガン・シュテラーさんは、もちろんその音楽性にも一切妥協しませんということでございまして、はい、まあ、音に関してはちょっと、まあ、聞いてみたいなというふうに思いますが、はい、リストリファレンスで初めて採用された オリジナル素材 X4P4P、はい、ですね、はい、を使用したフラットスパイダーコーンウーファー、うん、そうですね、はい、はい、そこの部分です、はい、が新たに搭載されました。その再生音は大変ピュアで洗練されており、ウィーンアコースティックが誇る美しく豊かな音色にさらに磨きをかけています。美しい仕上げ、うん、美しいね、適度なサイズ、エレガントな外観もまたこのスピーカーに魅了される理由の一つになるでしょう。全方位に妥協なく設計されたスピーカーであることは明白ですが、まあゴニゴニゴニ、すごいこれカタログ、これ最後にあの世界を置き去りにしましょうぶっかましてますね、沙織ちゃん、はい、頑張ってますよね、はい、ぶちかましてますね、はい、はい、ということでございます。ちょっとね、かなり皆さんも衝撃だったと思うんですけど、ちょっと端子の方ですね、そうですね、見ていただいてご覧いただいてですね、
はい、こちらはですね、まあ、こういう感じで、まず、リアバスレフですね、これが2発、ついてますね。だからここのスパイダーフンタラに、はい、紐付いたバスレフポートが2個ついてるということですね。そして、上からいくとイーサネット、はい、そしてなんと、HDMI がついてますね。 HDMI は ARC 対応ですね、はいはい。でペアとリセットボタンですね。設定とかリセットするときに使うんでしょうね、うん、はい。そして、L と R って書いてあって、スピーカーセレクションとあります。これパチパチ切り替えれるということで、はい、これはね、後でちょっと説明します。であとオプティカルインプット、そしてコアキシャルインプット、これもついてます。そしてなんと XLR もインプットでついてて、これめちゃレアじゃん。これはすごいぞ。そして RCA もついている、はい、ということなんですが、はい。そしてこちらのですねスピーカーアウトですね、これがななんと向こうに行っていて送っているわけです。じゃん。はい、ということで、でこれでオーディオマニアの人は若干それでなんかはぁみたいな思う人はいるかもしれません。でまあそれは 音を聞いてから判断しましょう。陽介仮にもちょっと古い人間なんで いぶかしげなふうにちょっと思ってますけど今はね。はい、でこれ結論から言いますけど、これ LAN とかさ、あと電源ですね、アクティブですね、はい、向こうは電源ないですもんね、はい、要は送ってるからね、向こうはパッシブっていうことになりますからね。なので電源とか LAN とかに近いところが向こうかもしれないじゃないですか、うん、うん。だからこれを今は L に置いてるんだが R になるかもしれないという可能性があるわけだから、このチェンジがついてる、これはね素晴らしいですね。分かってるなと感じがします。はい、っていうことですね。なので、まあ、DQ のアンプでステレオで入っているという感じなので、こういう感じになってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、いやー、うん、私たちはちょっとこれ大丈夫ですか。結構すごいですね。すごいですね。すごいですね。でも何でもできちゃう、はい、って感じですよね。ですね、はい。まあハイエンドというかハイエンドブランドで、うん、アクティブっていうと例えばリン、はい、まあ、パッと思いついたりだとか、はい、あとはその一部そのウーハーブだけパワードっていうパターンとか、あ、はい、アバンギャルドとかね、はい、あったりとかもするんですけどね。はい、ちょっと最近でもケフさんとかもそうだし、アクティブかなり来てるんで。そうですよね、来ちゃってるんで、はい、そうですね、便利ですからねいう感じなんで、ちょっとこれバチンとはまりそうな感じがしてます。正直音が良かったらかなりいいんじゃないかなと思います。はい、ということでユニットの解説をしたいと思いますが、ハンドコーテド VA シルクドーム &X4P オリジナルコンポジットウーハーということでございまして、はい、出ました。スキャンスピーク、スキャンスピーク社と共同開発したネオジウムを採用したシルクドームツイーターということでございますね。はい、そうですね、はい、そうですね、この網網のやつですね、はい、もうほぼもう全てカスタマイズのものになってくるので、うんうんうん、ユニットはなるほど、はい、っていう感じで、職人によって一つ一つ入念に手作業で仕上げられてる。はい、そうなんだ、気合入ってます。そうなんです、はい。実機回路の、のには特別な開発された、磁性流体を導入していると。ナチュラルで細やかなニュアンスを再現するウィンアコースティックスピーカーの高音再生を支える結束ツイーターと。ベースキャビネット、これですね、はい、こちらさっきも言ったんだけど X4P ですね。こちらが、新採用となる特許取得済みの6インチフラットスパイダーコーンウーハーを2機搭載している、はい、はい、2機ですね。 X4P とファブリックという
異なる素材で構成されるためコンポジットホーンと名付けられましたと、うん、ちょっと確かに素材感がちょっと変わってますよね。そうですね、はい。で、インパルスエネルギーを表面全体へ均等に割り当てられるように構成されています。正確にピストンモーションを行えるだけではなく、過去のユニットとはインパルスエネルギーを表面全体へ均等に割り当てられるように構成されていますと。あ、間違えた。読むとこ間違えた。あ、そうですね、はい、これ言っちゃいましたね。過去のユニットとは、異次元の広い指向性と自然な放射特性を実現していると、はい、そうですね、うん。で、シンフォニーエディションに採用されていた X3P はポリプロピレンにファイバーなど3種類の異なる素材を加えて作られました。さらに最適な混合比や材料の研究を続け完成させたのが新しい X4P ということで、うん、まあ、こちらが注目のユニットになるんですね。そうです、はい。まあ、どれくらいその X3P と違うのかっていうのは注目、してみてください、はい、という感じでございます。で、あとはですね、足ですね、はい、こちらの足に関してなんですけど、ウィーンの工場で、最高品質、こちらですね、基準に基づき職人の手で作り出されたということですね。で、あとは専用のアプリケーションがありますよ。そうですね、そちらで入力の切り替えだったりとかができるようになってます、うん、なるほど、はい、はい、ということで、さっきですね、足立社長にもご案内いただいたんですけど、なんとボリュームはスマホとかで変えるのもいいんだが、うん、パパッと変えたい時ありますね、うんうん、その時はこことここでボリュームコントロールです。やばいですね、はい、こうもうプラスとかマイナスも変えてないのが熱いですね。何も変えてないんですよ、うん、どっちが大きくなるのかなって。右です多分こっちかなって、はい、こうなんかもうこう押した感覚もなくて、本当にもう指添えるだけ で、ね、はい、変わります。で、こっちが、スタンバイとあれとの切り替えですね、はい、そうです、っていう感じなんで、デザインにですね邪魔しないような感じになってるんで、めっちゃかっこいいなっていうところですね。サイズがですね、ワイドが216、21.6 センチということですね。で、高さが972です、うん、そして、奥行きが343と、うん、で、突起部、足部含むと、はい、だから最大でこのスペックになるということでございます、はい、そして重量が、1台 20.5 キロになります、うんうん、で、足立社長はカラー展開ですね、はい、これが結構豊富にあってどれもいけてるんで、皆さんちょっとチェックしていただきたい、うん、まあ、今日は、ホワイトのグロス仕上げみたいな感じなんですけど、はい、こちらからチェリー、そしてローズウッドで、ブラックですね、ピアノブラック、そしてピアノホワイトということでございます。これピアノホワイト結構品があっていいですね。ホワイトいいんですよね、シュッとしてるね、はい、うん、ホワイトは結構私の中でおすすめ色なんですけどね。なるほどなるほど、なんていうのか、こう一気にスタイリッシュ感が増すというか、間違いない、うん、素敵ですよ、白ですよね、はい、俺はローズウッドなんですよねやっぱりウィンアコット行ったらさそうですよね、っていう、はい、まあでもホワイト、はい、ホワイトだいぶシュッとしてていいですね、はい、うん、いう感じでございます。まあそんなにめちゃくちゃ重いっていうわけじゃないので、まあまあ普通に結構ちょっと導入しやすいのかなって感じもしますよね、はい。で、ストリーミングですね、気になるところ、まあ、さっきも言いましたように AirPlay2、 タイダルコネクト、 Spotify コネクト、まあ、UPnP、DLNA ですね、そして、まあ、ルームレディ、コバス、コバスはルーンとかイヤープレイ、UPNP 経由です。で、ストリーミングの解像度ですけど、最大 384kHz の 24bit です、はい。オプティカルは、96まで、まあ、これはあるあるですけどね、コアキシャルの最大は192まで、ともに 24bit です、はい。で、HDMI 入力も、24bit、192と、いうことでございます。まあまあそんな感じですね。で、お値段なんですが、はい、おいくらぐらいなんでしょうか。お値段がね、
2つありまして、2つある、はい、はい、チェリーとピアノブラックとピアノホワイトですね。このホワイトですね。これがピアノブラックと、はい、はい、うんうん、これが税抜きで198万円です。198万、はい、はい、でローズウッドだけが218万になります。足元見てんな、一生値段にしてくれよ。いや頑張ろうと思ったんですけど頑張ろうと思ったんですけど、いや頑張ろうって前それは本国がでしょ。はい、うん、ローズウッドやっぱちょっと希少なので、こちらはなかなかやっぱ高いですね。いやー、でもローズ、それでも俺はローズウッドがいいですね。ローズウッド、まあそうですよね。うーん、ローズウッド落ち着いた色でいいですよね。まあでも、そんだけ違うなら、うん、こっちでもいいかもしれないですね。うん、まあみたいな、まあ大体200万というそうですね、はい。で、それが、うわ、高ーみたいな、うん、思うのか、うん、お、いいじゃんって思うのかっていうのは、うん、もうこれは音次第だ、はい、もうオーディオも実力社会なんで。そうですね、はい、まあダメだったらダメだし、良かったらいいしっていう世界ですね。で、まあ皆さん、これはまあネットワークプレイヤーとアンプとスピーカーと、はい、全部入ってるんで。そうですね、それ以外何も買わなくていい、はい、っていう意味では、まあ200万いっても、まあ今だったら結構オーディオでいいやつ買おうと思ったら、うん、150万とか200万とかすぐいっちゃう。いっちゃいますね、うん、アンプ1個で100万、うん、200万するじゃないですか、はい、そう考えるとまあ別にいいのかなっていう気はしますので、うん、まあ音が良ければね、はい、いう感じでございます、はい。まあ、肝心なのは音なのでちょっと一回聞いてみたいと思います。はい、はい、ぜひお願いします。で、足立社長、一応聞くポイントとしてはですね、まあ私はやっぱりウィーアコースティックのモーツァルトを関するからには、ちゃんとウィンアコースティックのその世界観っていうのは、まあ、今回アクティブスピーカーでアンプ内蔵で出てて、しかも送りじゃないですか、うん、だからそこがやっぱり気になります、うん、ちゃんとブランドの音がするのかどうか、はい、で、あとはまあその200万の価値があるのかどうかっていうところを聞いてみたいなと思います、はい、そしてまあ定位感ですね、うん、あと解像度、はい、そこら辺が要は送りだとね、タイムアライメントしなきゃいけないんですよ。あ、スピーカーケーブルの長さが違うから、はい、だから、ね、ちょこっとこう発信をずらすっていうタイムアライメントのあれがしなきゃいけないんだけど、それがしてないとちょっとこういう風になったりみたいなこともあるから、ずれちゃいますね。そうですね、ちゃんとオーディオ、ハイエンドオーディオのクオリティでそこが出てるのかっていうのはもう厳しく、はい、やりますんで、もう場合によってはもう足立社長の最後の動画になるかもしれない僕が悪いこと言ってしまってるんで、レギュラー、準レギュラー降格という形ですね、こともあるかもしれないので、はい、はい、そこはちょっとそういうことで、はい、じゃあそういう風でですね、一回聞いてみたいと思います、はい、で、今日ですね、はい、いつものスパニッシュハーレムと、今度ですね、来週の火曜日に岐阜で、お対応でナスペックで、ダブル共同で開催するですね、音楽制作で、の会場のオーナーですね、DJ モーティブの、デッドバンディ、ウィッシュ・イット・ウッド・レイン、そしてスパニッシュ・ハーレム、2曲続けて、あ、続けないかな、1回切るかな、まあ、かけてみますので、よろしくお願いします。お願いします。We'll be right back.
ということでございまして、次はスパニッシュハレもかけてみたいと思いますのでお願いします。There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem.She's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. She's growing in the street right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy.大体分かったんですけど、やっぱりちょっとバイオリンとか聞きたいな。あ、はいはい、都なんで。そうですね。いいですか。はい、ぜひ。すいません。ということで、チャイコフスキーのですね、アンネ・ゾフィー・ムターの、バイオリンコンチェルトを、かけたいと思います。Thank you.
聞いていただきましたが、はい、いかがでしたでしょうか。さっき足立社長が言ってたように、まあ、ロックでチューニングしてるという話もあったんですけど、まあ、モーティブのように、まあ、あの打ち込みのキックの音とか、はい、深い低域なんかもしっかり再現はされてたなというふうには思います。とにかく聞きやすいし、嫌なところがもう全くないですね。うん、であとはそのスパニッシュハーレム聞いたんですけど、はい、こんなになんていうかな、こんなに品のいいスパニッシュハーレムってやっぱりウィンアコースティックじゃないと出ないって思いました。でいわゆるその、まあ、自分なりにですけど、ウィンアコースティックの本当にエレガントな雰囲気とか、女性的ってさっきおっしゃられましたけど、まあそういう女性的な雰囲気だったり、みずみずしい感じだったりっていうのは、まあアクティブアンプ内蔵でも全く関係なく出るというのは思いました。で最後にですね、ムタのバイオリン聞いてもらったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。もう僕は本当に水を得た魚のようになりだしたので、本当にまあロックでチューニングしてるかもしれないですけど、やっぱもうモーツァルトはモーツァルトだしさ、ウィーンアコーはウィーンはウィーンだから、そうですね、やっぱめちゃくちゃ良かったなって思いましたね。だから結構そのアグレッシブにガガーってそういう音楽聞きたいみたいな人は、まあ、さっきスリップノットもかけちゃったんですけど、自分、まあ、ハードコアなメタルみたいなのもかけたんですけど、まあ、そういうものよりはやっぱりもう本当に美しくて録音がいいものでみたいなのもバッチリだなって感じはすごいしましたね。でそれでいて HDMI もそうですねつながるということは、テレビの音も出せる、はい、そうです、だからでゲームとかもできる、全然大丈夫ですっていう感じなので、まあ、Netflix とか、ね、はい、映画見たりだとか、あとはその NHK とかの、あ、そうですね、ね、はい、クラシックの中継とかでもいいし、はい、っていうのもできるという感じでございますので、はい、もう文句なしの、に使いやすいスピーカーだというふうに思いました。ね、なのでなんかあれですね、そのご自宅で視聴室お持ちで、そこはもうめっちゃくちゃもうプリアンプからパワーアンプからネットワークプレイヤーダックからとか、はい、クロックからとかガンガンにやってらっしゃる方の、まあリビングとか、そうですね、あともうこうやってダック済みできないようなスペースってあるじゃないですか、そこでも高品質で鳴らしたい、LANケーブルがあれば一発でこの環境ができる、っていうのはめちゃくちゃありがたいなというふうに思います。だからリンなんかあたりでもまた全然鳴り方が違うから、ぜひですね、高品質なアクティブをお探しの方は、ぜひこれは絶対聞いてほしいなと思いました。足立社長はいかがでしたでしょうか。いやもう、いいこと全部言っていただいたので、はい、言うことなし。はい、もう言うことなしなんですけれども、はい、やっぱりそうですね、屋敷管理人さんのおっしゃる通り、こういろんな曲をこう聞いていくと、やっぱり、こうオーケストラというかクラシック綺麗だなと思いますね。まあ、圧倒的に素晴らしいね。はい。やっぱこう艶っぽいというか、弦楽器のこう艶っぽさというところが、このアンプ内蔵でもしっかりあるので、はい、そこがやっぱウィーンアコースティックの音の特徴といいますか、そこがしっかりと気がしますよね。はい、あるので。やっぱ聞いてて安心なのはやっぱクラシックですね。すごく落ち着いて、聞けるというか、はい、という感じでしたね。そうだから、ね、嫌なところが全然ないです。そこはやっぱりウィンアコースティックのブランド自体のチューニング力とか、はい、そのアンプも今回含めですからね、はい、そこはもう本当に敬服した次第でございます。はい、ということで、ぜひ皆さんですね、どっかで聞いていただければというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。イベントの方もよろしくお願いします。あ、そうですね、はい、ぜひイベントの方もよろしくお願いします。お待ちしてます。ありがとうございます。はい、ですね、ちょっと宣伝
ナステックの宣伝という感じなんですけど、はい、あ、ちょうど今ですね、新しい、おたえレコードが境に、お店を出して、おたえオーディオと、モニターオーディオのスピーカーが設置されたりだとか、プライマーのアンプが設置されたりだとか、するんですけど、はい、新しいお店ぐるっと、はい、いう感じでございますが、こんな感じ。B&W のスピーカーも置いてありますけど、ね、まあ。素敵、はい、あります、はい、というふうでしっかりモニターオーディオも、入れますけど、初音社長から宣伝があると。そうです、はい、お願いします。はい、はい、ですね、実は弊社もですね、YouTube チャンネルがありまして、お、はい、うん、で元々あったんですけど、うん、あまり更新が バンされたんですか。バンはされてないんですけど、うん、あまり更新がちゃんとできてなくてですね。なるほど。ただ最近、うん、ちょっとうちも、やっと YouTube しっかりとやっていく体制が整いまして、お、最近上げ始めてるんです、いろいろと。お、はい、うん、なのでぜひ、うん、弊社の YouTube チャンネルの方も、うん、ぜひ見ていただきたいなと思いまして、うん、なるほど、この場をお借りしました。はい、はい、まあ、チャンネル登録ってやつですね。はい、そうです、うん、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、はい、ということでございまして、はい、はい、ですね、他にもウェブサイトも新しくなったりとか、うん、あと、まあ、インスタグラムだったりとかも、うん、更新が最近ちょっといろいろとやってる、やってます、うん、はい、ということなんで、まあ、ぐいぐい来てる、ナスペックを、はい、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。